あと2ヶ月で2020年も終わりです。ニュース TV 最新トレンドニュース。今回も話題盛りだくさんでお送りします。まずはこちら。東京競馬場で大規模なイルミネーションとオーロラが見れちゃうみたいだよ。虹色に輝く光の大噴水は新曲を加えて4種類のショーをお楽しみいただけます。空に映し出されるオーロラは幻想的な雰囲気を演出しています。都内でオーロラが見られるっていうのは目玉だと思います。デートで行ったらいい感じの雰囲気になっちゃいそうね。続いてはこちら。 VX レイルについての情報配信を行うコミュニティがあるみたいだよ。初心者向けの講習があったり、実際に実機の操作ができますし、特に VMR 製品が新しいリリースバンと出ました。で、早速対応されているということを、あと会員さん同士とかメーカーさんとか、いろんな情報を交換できるというのも嬉しいです。多種多様な人たちが情報交換できちゃうのはすごくいいね。最後はこちら。コロナ禍でのオフィス空間についてのセミナーを開催したみたいだよ。テレワークを充実させるためにもオフィス空間が大事なんじゃないか。全ての人に浸透させていくかっていうプロセスがものすごくやっぱ難しくてですね。でも一番大切なんですね。やっぱりリモートとオフィスでの仕事のバランスが大切だと思うな。ニュース TV チャンネルには他にも話題動画満載です。チャンネル登録お願いします。